皆さん、こんにちは。えー、ラピッドセブンジャパンの CTO をしております、古川克也と申します。えー、セキュリティ運用の現状と課題その3ということで、えー、検知と対応についてご紹介していきますけれども、 あの、実際ですね、えー、この検知と対応においてはあ、現実的で破綻しない実装が可能にはなりつつあります。今から前のですね、10年前のニストのサイバーセキュリティフレームワーク1.1が出たときはあ、要はでかい企業しか実際この検知と対応というのは実装できない形だったんですよね。 しかしながら、今年2.0というフレームワーク出ましたけれども、これはもうすべての組織、規模の組織が対象ですよという話になっています。これはですね、現実的に実装できるテクノロジーとサービスといったものが一般化したからなんですよね。なので、このあたりがどういうふうになっているのかというのを、まあ、簡単にご紹介していきますけれども、 検出対応のコントロールというのは、要は何かしら事故が起きた時にビジネスインパクトを最小化していくというふうなアプローチのもと構成されている運用のコンポーネントとして、まず検知して、正しくそれに基づき対応を行い、そしてビジネスを復旧させるというのが基本的な動きになります。で、10年前の状況を申しますと、 この検知といったものですね。これは膨大なアラートログの中から、本当に危ないインシデントだけを抽出するという作業を行うわけですけれども、そのための調査っていうのに、膨大に人と時間がかかっていました。しかしながら、ここ10年間の進歩により、 まあ具体的には EDR であったり s ーム m といったテクノロジーが非常に一般化してきた。えー、つまり膨大な情報を吸い上げ、それを自動的に相関分析するエンジンといったものが一般的に実装できちゃったんですよね。なので、この検知といったところはですね、非常に精度が高くまあノイズを排除した状況でえ通知するというのが テクノロジーの力によってかなりいいスピーディーにかつ均質的なサービスで,、えー、で提供できるようになってきたといったところになっています。で、そしてその次の対応ですよね。えー、これはの本当に危ないインシデントだよっていうのを判断した後に実際その後対応に入っていくんですけれども、えー、これもですね、対応っていったものが対応に必要なのはそこの環境の情報であったり、 その時点での何が起きたのかっていう情報を、えー、全部収集できていれば対応が非常にスムーズにいくわけなんですが、えー、そのような情報を収集する仕組みといったものが、まあ、先ほど検知のところでも申し上げましたが、出来上がっている。えー、そしてそこから実際の 封じ込め作業であったり、小石を取るといった作業も、現地に赴かなくてもですね、リモートで実現できるようなテクノロジーっていうのが、えー、まあ、様々なソフトウェアベンダーであったり、コミュニティで開発され、それが実装されてきているというところなので、かなりいいテクノロジーが使用され始めてきたというのが、ここ3、4年の動きですかね、えー、になってきています。 うん、なので、このあたり、検知対応といったところ、うん、このあたりは非常にですね、えー、テクノロジーが揃ってきて、えー、現実的な運用ができるようになってきたというふうに言えるかと思います。うん、もし、その、検知対応周りでですね、10年前のやり方といったものを引きずっていると、 これは非常に効率が悪く、かつ精度も悪いので、えー、一旦見直すというのが、今の時点では最良の選択肢かなというふうに思っております。このあたり、本当にですね、急速にここ5年、10年でテクノロジーが進化しました。なので、このあたりの運用のやり方っていうのも、フレームワークがこの10年で大きく変わったようにですね、えー、定義がですね、 フレームワーク自体はそんなに大きく変わってないです。でも定義が変わったってことは、そこで詰まっているテクノロジーっていうのが進化したっていうことなんです。なので、非常に効率的に実現できるようになりましたよ、というところなのでですね、えー、もし非効率な検知対応のプロセスといったものを、えー、実装されている方はですね、このあたりは見直すことで非常にですね、えー、良い環境が手に入るというふうに思っております。